はい、今日は質問が来てたので、それについて答えたいと思います。質問を読み上げます。コードを押さえる左手についての質問です。動画を見ていると中指を使っていないのですが、意図があるのですか？私は左手コードの1357度の3度は中指ですが、直した方が良いのでしょうか？また、右手でスケールを弾く際の指運びの練習方法について解説してもらうとありがたいですという、質問をいただいています。指番号、要するに何の指で弾くかっていう質問ですね。結論を言うと、何でもいいんじゃないかなと思います。というか、まあ僕は結構ぐちゃぐちゃです。あんまりそれで困ったことはないです。まあ良くないんですけども、気になる人はクラシックの人にね、習ったりするといいんじゃないかなと思うんですね。要するに何を言ってるかというと、多分135の C メジャー7だとしたら、こうするときに、僕はもうここ薬指で弾いちゃってるけど、これをこういうふうに弾いてるけど何か問題があるんですかっていう話なんですけども、まあ僕はあんまり指番号とかはぐちゃぐちゃ ぐちゃぐちゃなんで、あんま参考にならないかなと思うんですけど、まあ何でもいいんじゃないですか。何でもいいんじゃないですかね、抑えれればということです。僕は考えたこと、今まで一回も考えたことないですね。で、困ったこともないです。ポップスとかジャズとかのね。はい、ということでした。右手でスケール弾く指番号をね、一応僕が知ってる範囲でやりますけども、まあ3番目でこう1233で3番目でこう組み替えて、こうってことですね。で、また同じとこ、こうかな、ここで組み替えると。4番目、要するにここと同じ場所で組み替えればいいっていう話で、多分これがスタンダードのやり方だと思うんですけども、まあそれも何でもいいんじゃないか。あんまり僕も考えたことないですね。それよりも僕がこの質問を見て怖いなと思ったのが、スケール練習をまあやるのはすごくいいことなんです。例えば C メジャー7で使える音何かなと言って、こう、ここでくぐらせて、ここでくぐらせてうまく弾けたとかね、まあ、次 C マイナー7 でこう3番目と4番目でくぐらせてとか、多分みんなこっちにこう行っちゃうと思うんですけども、もちろんそれは大事なんですけども、実践でスケールをこのまま弾くことっていうのはほとんどないですね。だから、まあ多分この質問の人はジャズピアノやってる人だと思うんですけども、ジャズピアノで例えばソロを弾くとかメロディーを弾くとか、まあ、曲を作るでもいいんですけど、実践でドレミファソラシドシラソファミレドを弾くことはほぼないですね。なので、これいつも言ってますけども、これを一生懸命スケールを練習した気になる、するのは大事なんですけど、下気になってしまうと、これを指で覚えて、なんとなく頭を使わないで、脳みそが止まったまま練習してしまうと、時間だけが過ぎていて、結局身につかなくてダメだとなってしまうんですね。だからいつも言ってるように、実践をなるべく想定して、練習することをお勧めします。なので、その指の組み替えが必要になったらやればいいかなという思うんですけども、まあそれよりも、構成音が何かを一個ずつこう頭で考えながら練習した方がいいと思います。指の組み替えにこう気を取られて、本質を見失わないようにしてほしいなと思います。編集合宿部。クラシックとかはね、もっとテクニックを磨くなんで、それはもしやりたければまた別のところで、やってもらえばいいと思うんですけど、多分クラシックをすごく忠実に何回やっても全く同じニュアンスで弾くとかいう、そういうのが必要な現場の人はそのスキルは必要だと思うんですけども、僕はそういう現場ではないので、そこは教えられないですね。ということで、それよりも言いたいことは、スケールがどういう構成になってるのか、いつも言ってますけども、どこが素材で、どこが調味料なのか、どの音を使えばどんなサウンドがするのか、どんな味付けになるのかを必ず考えながら一個ずつやってほしいということですね。だから C メジャー7だったら、素材は135メジャー7だと。で、前回の和音でもやりましたけど、素材の中にも、カラーがあると言いましたね。カラーがあることを学びました。3度は明るいか暗いかを決めていると。で、メジャー7、7度はメジャー7かセブンス、まあ安定か不安定かを決めていると。で、ルートは、コードを決めてて、で、5度はマイナーでもマイナーメジャー7でも、セブンスでも、5度は動かないから、コード感が薄いと言いました。だから厚みを持たせたい時は5度。だからそれを踏まえて、ここが素材だと、ルートで、で、ナインスが出てきて、ナインスが塩味だとすると、使いやすい塩だとすると、で、ここが11だと。メロディーとしては使えるけど、和音ではここをぶつかってるから、これは使えないと。で、5度が来て、13。13は、まあ、ちょっとおしゃれ。結構ナインスよりも、ちょっとおしゃれな感じになるかなみたいな感じですね。で、メジャー7が来て、ルートだと。それのを1個ずつ、その機能を1個ずつ、
理解しながら一つずつ脳みそで考えながらやるのが重要なので、こうバーッと何も考えずに、こう、あ、ここで3番目と4番目で手を組み替えてとか、そういうことをやって、こう手癖でなんとなく、あの、頭が、思考が停止してしまうのは怖いかなと思いました。ということで、まあ参考になれば、まあまあ指はまあやるとしたら3番目と7番目、上に来たい時は7番目でまたやればいいってことですね。で3、7、3ってやっとけば一応どこまでもいける程度しか僕は知らないです。それで一回も困ったことはありませんということでした。はい、ということでどうだったでしょうか。練習生の皆さんはね、どんどんこうやって質問、してください。すごく質問が増えてきたのはすごくいいことですね。頑張っていきましょう。練習合宿部。なんか、この人も PS、ジャズピアノが楽しくまだまだ続けていけそうです。悩みはイントロエンディングですと書いてますね。イントロエンディング、まあ、ジャズに限らずポップスとかもそうなんですけども、どうしようかなって思ってる人いっぱいいると思います。これはね、来月かな、来月か再来月ぐらいからですね、曲の構成について、やろうというカリキュラムになってますので、まあ、イントロをどうするのかとか、そもそも曲コード進行を何個つけるのかとか、ね、そういう曲の構成をどうしたらいいのかとか、アレンジとかね、なんかベースこうなってる時はドラムどうしたらいいのかとか、じゃあいつ完成なのかとかね、今はね、パソコンで どこまでも楽器を足していけるんですけど、いつ完成なのか。そういう話、曲の構成の話ですね。まあプロデュースとかアレンジに関わる話ですね。なぜプロデューサーが必要なのかとか、アレンジャーが必要なのかという話を、まあ来月かその次ぐらいにやっていくので、その時にも、まあ、ジャズピアノを含めた、イントロエンディングの話もしようかなと思うので、楽しみにしてみてください。ということで練習を頑張っていきましょう。まだ練習合宿生じゃない人、月額500円で全ての有料動画が見れますので、ぜひ入会してみてください。概要欄に、続きはこちらというリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでもらえればなと思います。壁にぶつかってるミュージシャンとかね、ちょっと新しい要素を取り入れたいと思っているすべてのミュージシャンへ、文化を超えた音楽アイデアがいっぱい詰まった情報を毎週配信しています。ぜひ練習合宿生になって一緒に頑張っていきましょう。ということで、また来週ぐらいに出します。